疲れ様です。速稼塾の久保です。今私は新大阪駅におります。これからですね、特急はるかに乗って関西空港へ飛び立ちます。あれキティちゃんですね。乗り入れがものすごい数です。そしてこの光、五光が差しております。出発、来る電車、行く電車、ドラマですね。ステーション、そしてターミナル。あ、子供たちが見てますね。すごいでかい、やっぱり新大阪ね。もう言うことないですね。
はい、どうもお疲れ様でございます。なんとかね、税関通ってバリに入ることができました。これで全部手続き済んで、今日からこのモストブルーリゾートで過ごすことになりますけども、ちょっとトラブルがありましてね。というのはね、ビザを取るときに、ビザって5000円から6000円するんですよ。このビザを取るときに私がタイプミスをしていてね、誕生日を間違えて入力しちゃったんですよ。で、支払い済みなんですよ。で、この場合は空港で改めてもう一回費用も無駄払いした上にビザを取るということになるのが基本なんですけども、今回はデスクの方がちょこちょこっといじってくれて、行っていいよって感じで、手間もかけずにお金もかけずになんとかね、ミスを見逃してもらいましたということでございました。いや、よかった、やっちゃったよ。これからあともうちょっと時間調整して本体と合流します。じゃあ行きます。コーヒー飲もうと思ったんですけども、コーヒーがなくってコピグラレンってやつしかないって言われたんで頼みました。見てください、この砂糖水みたいなやつ。ちょっと挑戦して物試し飲んでみます。お腹を壊さないか心配です。ほら、早速この甘ったるいソースみたいな、ホイップみたいなね、どうでしょうかね。いただきます。カフェオレのあまり甘くないやつっていう感じですね。なんかその普通のコーヒーのなんですか、ジューサーじゃないや、ドリッパーがあって、それだけでいいのに、なんかね、ミルクみたいな下に入れるんですよ。入れなくてそれを抜けっていう話なんですけど、それを入れてコーヒーにしないといけなくって、コーヒーオンリーっていうのがないというね。これ一体どういうことでしょうか。ルピアがね、桁がでかいんで金持ちになった気がするんですけど、5万円がね、500円ですよ。これ0を2個取ったらちょうどいいの、ね、500円玉を4つ持ってるのと同じですよ、これこれで2000円ですよ。なんかめちゃくちゃ金持ちになってバンバン金使ってるような気がするんですけども、一生懸命使ってもなかなか1万円にいかないという。なんか物価感覚がちょっと安いような、同じくらいかな、そんな感じですね。そんなにギャップは感じないですね。何月が一番インドネシアっていいんですか、観光は、季節は。7月ぐらい。涼しいんですか。暑いけど涼しいって感じですね。風が強いし、半袖短パンで気持ちいい、7月、まあ5月から5、6、7、8、あ
換気、はい、それが一番。BRI はギリギリです。ギリギリですか。うん、3時までだからね。銀行は3時まで。そっか。こっちからだいたい1時間半ぐらいかかりますね。じゃあ3時に入ったらもう一気に。もし3時の前で入ったら多分やってくれる。やってくれる。で3時でなったらもう入れない。そうですね、入れないね。それ3時過ぎたらね。まあ月曜日だからね、ちょっとみんな結構忙しい。CBC にいたヨーロッパ系の人らは何やってる人なんだろう。いっぱいいたけど、でも一緒じゃないんですかね、あなたも。貯金とか、あ、旅行がてら、うん、日本と韓国の人がそういうスタとかそういうフランスの人とかが好きだっていうのがあるな。最近はですね、日本人のお客様がお寺が好きみたい、お寺ですよね。沐浴も行ったら、今いっぱいありますね。日本人ケチャタニさんの人気はもうなんだないね。そうですね、もう普通ですね。普通ですね。もう今 YouTube もいっぱいやってるし、また Instagram で、やってる。だからよ、位置が読めないでしょ、こういう感じで。
以前来た BRI 銀行はアプリがなかったんですけどもね、なんかどうもアプリが始まったみたいですね、これはね。どんどん便利になる。ちょっと暑いね、軽井沢の夏って感じですね。この道をねずっとまっすぐ進むと、あのランチを取るところがあって、前回来た時はむちゃくちゃでかいハンバーガー食べたような気がします。こっちですね、こっちで、トイレが円柱形のなんか入れ物みたいなところなんですよね。じゃあちょっと海見てみましょうか。このままカメラを切り替えます。どうですかこれ、ここね、ホテルがあそこにずらっと並んでるでしょ、バブル建築みたいな。でここがハンバーガー食べたところ、でこの辺にトイレがある、こんなだ。であれはもう海、もう海が見える、ほら海が見えるでしょ、南国に来たって感じがするじゃないですか。じゃあ今日はね、4毒がしっかり入ったもの食べましょう。はい、ここで美味しいメニューを選ぼうかと思ったんですが、画像が一切ありません。どうしましょう、どうしましょう。こんにちは。なんとか、このなんとかなんとかってとこでございます。で前も来てるんでね、うわ懐かしいなって気持ちがするんですけども、この風景見てもうわすげえとか思わなくなりました。人ってのはねやっぱ慣れるんですよね。そしてさらに飽きるんですよ。どんな環境にも慣れて飽きていくんですよ。だから今自分が送られてる環境が悪いから自分が冴えないんじゃないかなと錯覚するんですけども、今いる場所でことが起こせない人は世界のどこに行ってもことは起こせないのではないでしょうか。そして今いる場所で何かができる人はどこに行っても何かができるんじゃないでしょうか。つまり人生を変えるには仕事を変えろとかね、それから付き合う人を変えろとかね、住むところを変えろって言うでしょ。でもそんなもののせいにしているうちは何も変わらないのかなと。付き合ってくださる人がどういう人であろうとも何かができる自分となれと。今暮らしている環境がどんな地域であろうともことが起こせるような自分となれ。今取り組んでいる仕事で自分にしかできない成果を出すからこそオンリーワンになれるんじゃないかなと思いながら、なかなか来ないメニューに待ちくたびれております。今日はねまだ食事してないんですよ。もう夕方5時ですよ。ずっといろんな手続きしていて気がついたらこの時間、しかも昨夜はトランジットで、ぶっちゃけね20日のお昼に運動会が終わって、そっから寿司丸でみんなで家族でご飯食べました。そっから何も食べてない状態で24時間プラス数時間経って今ですよ。食ってないこと自慢でございました。いってらっしゃい。
まさに緑の密林を切り開いて観光客目当てのスポットを作っています。地元の人の雇用はここで生まれてるんですけども、こうやって壊されていく自然を見て地域の方はどういうふうに思われてるんでしょうね。もちろんこういったところに観光の潤いがあって、そのお金が地域に回ってるってことは確かなんですけども、まさに今私たちがね、日本全国各地に太陽光パネルが引かれて嫌悪感を覚えているように、ここにお住まいの皆さんも環境の破壊、観光客からの収益を目当てにした国策の間違いというふうに感じていらっしゃるかもしれませんね。じゃあ上登りましょうか。はい、それではね、東南アジアに来るなら持ってきた方がいいものベスト3いきましょうか。まずはほらダイソーとかで売ってる扇子、これはかなり使いますよ。どんな時でもね、これをパッと開くとトラディショナルに涼しくなると。それから2つ目がね、こちら水を入れたミスト、体温が一気に冷えます。これはものすごく使える、手をちょっと洗うのでも、ね、使えますからね。3つ目は首からかけるこのタオル、いろんなところで役に立ちます。でこのタオル、この辺の水道でダーッと洗うでしょ、そしたらここでずっとひんやり、ね、とにかくね、ちょっと汚れてもパッと拭けるしね、手を洗った後にこうやって拭けるし、すごくいいですよ。これ日本の夏でも今の三種の神器は持っといてもいいんですけども、東南アジアに来た時にはもっと役割が広がりますね。これすごくいいですね、まあ、見栄えもおしゃれでいいでしょ、日本人として。ここではね、ジャコーネコのコーヒーがいただけるそうです。テイスティングもあったり、お土産に買って帰ったりとか、まあ猫のねお腹の中で熟成したコーヒーということでね、話題でございます。ちょっと行ってみましょうか。じゃあジャコーネコのコーヒーいただきます。香りは抜群にいいですね。まあ、コーヒーの味そんなに変わらないのかなというところです。銀座で1杯4000円、まあまあコーヒーですよ。特別これじゃないといけないってことはないけど、香りはいいですね。それからもうストーリーがありますね、このコーヒーにね。とても美味しいです。はい、お疲れ様です。いろいろありましたが、本日18時、日付はおそらく10月の21日だと思います。日本時間とこちら現地時間そんなに違いはないと思うので、だいたい 2,3 時間の違いがあるじゃないですかね。だから今日という日付は日本と同じだと思います。はい、いろいろやってとりあえずホテルに落ち着きました。今回は1人が1つの部屋を当ててもらっています。前回は相部屋でどなたかと一緒、もしくはお二人でいらっしゃった方はお二人で一緒みたいなパターンだったんですけども、その辺ちょっとご配慮いただいてね、今回はこんな感じになりました。非常に快適に休めるんじゃないかなと思います。やっぱりね、相部屋で身内ならまだいいんですけども、仲良しでも普段寝食を共にしてない方と一緒になると、例えばトイレとかお風呂は一つですから、お風呂に入ってる間ここのトイレ使えないみたいなこともあったりとかね。あとやっぱりこう人に見られたくないような瞬間もあるじゃないですか。だからその辺やっぱりこうね、どんなに仲がいい人でも相部屋ってのはまた話が変わると思うんでね、今回のようなご配慮に嬉しく思います。で、いろいろと言いたいことはあるんですけども、とりあえず先ほど食べたランチが16時から17時の間ということで、ステーキを私が2枚食べてですね、でかいハンバーガーを1個食べて腹パンパンでございます。食べてる時は感じなかったんですけども、
食べ終わるとかなり腹に溜まってきたのと、あとビールを何年かぶりに2本飲みました。非常に薄いビールだったんですけども、十分私のね酔いを起こさせてくれるには力になったのかな。その後アイスコーヒーを頼んだんですけども、なぜかねこの国のアイスコーヒーは甘いんですよ。だから甘いものはね4毒だから避けないといけないのに、もうこの旅行中は水を飲むしか、もうねコーヒーが飲めない。コーヒーはどこで頼んでも甘い。だからもうね諦めました、私はコーヒー飲むことね。水を飲みます。コーヒーは帰国まで我慢します。甘いものを避けなければ、せっかくね普段4毒を断っているのに元も子もないですから、旅行中だからといって何でもかんでも好き好みやっていたらね気がないですからね。こういう時だからこそ自分できっちりできることをやる。どんなところでもどんな状況でも四毒を避けていく、そういう風にしたい。それでは杉下さん、俺ね、はい、お金持ってこなかった。あ、そうですか。そうだね。いや、そんなもう俺結構し 大自然に行くのかなと思ってたから。大自然に。香りがしますよ、ここで。ここもね、いい香りがしますね。こうやってこっちに入って降りていくみたいですね。すごい、もうジャングル、まさにランボーの世界で。ね、南方先生に赴いた大日本帝国陸軍の皆様の、まあ、足跡を知るということでしょうかね。で、随所にねこのアンコールワットみたいなやつがあるんですよ。なんか気軽に入れる神社とかなんかお寺みたいなもんじゃないですか。で、交通手段なんといってもバイクですね。バイクむちゃくちゃ多い。しかも2人乗り、3人乗り、5人乗り結構います。はい、この下に降りていきましょうか。そんなことがあったんだ。これかな、コーヒー豆。コーヒー豆ですよ。はい、そこに。
あ、これこれ前見たの。これがジャコウネコさんで、ちょっと背中向けてますけどね。さっきの豆を食べていいコーヒーにしてくれると。誰がでも最初に試したんでしょうかね。糞の中からコーヒー豆取って飲んでみるなんて。このね、お豆をいってここでいってすごくいい香りのいいコーヒーに仕上がったということでございます。あの瓶の中に入ってる本当にいい香り。これですね、これがすごくいい香りだ。はい。でさらに進んでいくと、こうやって池があってね、鯉が泳いでます。こういった設備もよく作ったな。観光客目当てのこういったね施設を作ってくださいました。お、ランボーだ。ここでちょっと飲みましょうか。すごいですね。足元に気をつけながら行かないと危ないんですけど、工事してくださる方がいますね。で、どん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 これを降りていくでしょ。で、上はこんな感じなんで、あそこから降りてきたんですよね。で、もうちょっと降りましょうか。はい。で、谷のね、向こう側も見えるんですよね。ほら、V の字になっていて、V の字の片っぽ側に我々はこうやっているんですよ。こういう風にね。で、向こう側がこうやって切り立っていて、段々畑みたいになってるでしょ。まあ、どんな酪農されてるのか、酪農じゃないや、どんなことをね、されてるのか分かりませんけど、絶景かな。で、ちゃんとこうやって排水の施設もね、整ってる。まさにインカ文明みたいな。青空。ね、南国って感じでしょ。以前あそこの角に立って写真撮ったんですね。あ、そうか。はい。え、階段なんですけども、夜でも楽しめるように足元にほら光がね、こういう風に埋め込まれてますね。もうちょっといいとこ行ってみましょうか。ここを抜けます。よかった。うん。はい、それじゃあランボーこの先っぽに立ってみますね。怖いですね。足元がすごく揺れますね。ほら、ド迫力。これはすごいよ。ディズニーランドだよ。はい、日本と同じですね。農家の方が働いてらっしゃいます。なんか三毛作でお米が1年間に3回収穫できるらしいんですよ。で、こちらではお米やってるわけではないと思いますけども、なんかね、パタパタと叩き物をやったり、こうやって虫を払ったり、日本の原風景って感じですね。ここのお魚ディスプレイしてるやつを即そのままそこでボイルしたりグリルしてくれるそうですよ。これは答えられないですね。これはね、ロブスターをね、半身一人でいただくということになりました。ありがとうございます。これから召し上がります。はい、いただきました。この身がね、尻尾のとこまで詰まったところがグリッと取れますね。食べやすい。こっちの方はちょっとほじくりながらだったんで若干食べにくいですけど、味が良かった。はい、追加でオーダーします。これをですよ、いただいたんですよ。でかいよ。こうタイトルが気に入っておかわりをしてみました。サマードリーマーね、夢見る夏のようにいただきます。うん、ちょっと酸っぱみと甘みのブレンドですね。
はい、おかげさまでオーダーしたでかいエビとケンサギイカ来ましたね。いや、むちゃくちゃ美味しそう。一瞬で食べちゃいますよ、こんなの、ね、ほら、串にこうやって夜店みたいですよ。いただきます。お茶の葉、うんうんうん、むちゃくちゃデリシャス。はい、これがね、でかいロブスターの開きですね。三角形でお肉もりもり、すごい。え、上に表面にチーズでも持ってんのかな、これ。これはすごいですね。結婚式でも食べられない。あると思うんですけど、もし有料席行く人は行きたいんだったら、何ですかそれ？あの、そば、有料そばとかあるんですよ。有料ソファ、こうビーチでこうソファ、ああ、はい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 、うん、そこに行きたいんだったらそこはちょっと別途各自でお金払ってね。それは岡本さん出してくれないんですね。ちょっとごめん、入場料はちゃんと払いますんで。あ、入場料も取られるんだ。そうです、1500円とか。あまり分からないんですけどね、ちょっと行ってみないと分からないんで。そうですね、行ってみないと。そうですね、この前は1500円と言われたんで、チケットだけですね。今が分からないんですよ。高くなるかもしれない。それとも1万5000円が分からんけど。有料ビット席とかそういうの3、5万円とか10万円作るんで、ちょっと後で電話しますね。はい、ちょっと。はい、それではね、いろいろ海の幸をいただきました。最後は弘法大師消えずの日でフィニッシュです。お疲れ様でした。時間夜9時を過ぎてしまいました。早く帰って寝ないと、もう眠いです。お疲れ様です。自分の全部周り気にせず勝手が分かったから、もう、うん、自分の別荘のように使えばいいんでしょ。使えばいいですから。昔はそういうのあったんでしたっけ、別荘ね。もともとそういう気分に行って、うん、自分つみたいな感じで、ね、うん、最初の55バリのコンセプトは、もともと日本人にしか泊まってなかった、うん、安心して、うん、そうです。あるんで、機械でやって、まあ、昔は手で言うと、股間股間ですね。ああ、股間股間。股間股間で、友達と。
手振ってんだ。こっちおいでおいでって感じ。うまく。おいでおいで。あ、先。ではさんが先。あ、そうですね。さっきも電話来たけど、ちょっとあのガソリンスタンドに待っててくれませんかとかって言われたんで。ああ手荷物検査がありまして、入り口で一時お預かりです。出るときに返してくれるそうですけどもね。はい、まあこうやってセキュリティしてくれてるんでしょう。後で帰ってくるそうです、アトラスビーチクラブでした。身分によって座る席が変わります。ここは結構高い席ね。その向こうのブルーのパラソルも割と高い席ね。こう身分によってこの炎天下のところは一般人、これも炎天下です。暑いね。ガードマン寝てます。日本人はお金の高に応じて屋根の下か屋根のないところか選べます。なぜか西洋人アングロサクソン系の方が高級な席をVIP シートとして陣取っている例が散見されますが、古来いかに。
テルの中の食堂にご招待いただいております。すごいですね、このキーボードデザインのホテルと考えられないですね、日本では、まあ、日本にはこういうホテルが来てくれないってことでしょう。すごいいいですよ、こっちの方がいいんじゃない。いろいろと回数来ると見えるものが広がってきます、ね、すごい奥まで行く、プールがある。でかいな、そのとにかく。ワンドリンク、あ、ロブスター泳いでます。こんなにたくさん伊勢海老ですよ。それから魚のほら海鮮漬け、サバなりアイナメなりがありますね。古代のでこっちにはピラニア、イカ、タコ、タコ、うん、なんでもある。向こうにもこれがね、突き出しで出てきたブラックレタスなんですけども、この醤油みたいなやつで食べるらしいですね。ブラックレタス、レタスのほんと黒い、硬い、硬いし厚みがあります。ちょっとつけて、海苔みたいなもんですかね。うん、カリカリする、カリカリ、うまい。ポテトチップスみたいだ。ブラックレタス初めてです。一応ね、伊勢海老を2尾とイカ、ケンサキイカを2尾頼みました。オーダーは全部英語です。私の拙い英語も通じました。じゃあ、あとはグリルしてくれるのを待ちましょう。はい、お魚のオーダーを、まあ、終了してね、今待ってるところなんですけども、なんとなく眠くなってきました。時間的に夜7時半なんですけども、当然いつもだったら食事も済んでますし、あと時差とか普段と違う活動してるんで、多分この眠気とか疲れのポイントがちょっとこういつもと違うんでしょうね。今からぐっすり眠れそうですけども、ここからは徹夜を頑張る受験生の気持ちで、あと数時間起きていようと思います。でもまだ夕食はこれからですから、とりあえずコーヒーとカクテルをいただいて飲んだと思います。カクテルはノンアルコール、美味しい。あとはシュリンプが楽しみですね。で、魚のオーダーはそこに女性の方が立ってらっしゃるんで、あの方にね、この魚とこの魚を欲しいとか、あとはどういう風に調理してほしいってことをお話しするんですよ。そうするとあのオーダーシートに書き込んでくださって、どこのテーブルですかって聞かれて、でオーダーが完了する。あとは完結の待ったりだから、結構あの女性がどうしますっていう風に聞いてくれるんで、あのオーダーはしやすいです。とっても楽しいコミュニケーションの空間で、こっちでほら調理してくれるんですからね、男たちが腕を振るってやってます。もうほぼ健常者ぐらいの人のレベルですよね。はい、でもあれでも画期的だっていうふうに言われて、まあでもちょっと悲惨だからな、本当にそうって。俺も本当今回嫌だなっていうか。関西空港でございます。じゃあ旅が全部終わってね、これから一息ついて、はるかで新大阪、新大阪から新幹線で地元駅まで行くとこですね。グローバル Wi-Fi も返したし、時刻表も確認して、はるかの予約もこれから。ちょっとねくたびれました。シンガポールで7時間待ちで、飛行機で7時間搭乗、身動き取れずカチカチですよ体が。あったかいコーヒーでも飲んで体ほぐさないとね。じゃあ今日は8時ぐらいまでに帰ろうと思います。別に星暮れしにがなくて、そういう交流はあると、つながりはあると、あるので、でそれが、まあ、例えばですけど、あの企業の代表者の人とかですね、はいはい、方とかが、まあ、ぼちぼち、あ、いいですね、もう 来年からは動く活動しないけんなっていうふうに思って準備は今してるんです。なるほど、まあ、それもある意味勤め上げさせていただいた役でもあれば、それちょっと、まあ、気
全然いいと思うようなことがより、うん、すごくいいと思います。でもそういうことでもなかったら外に出ないですからね。そうですよね。社会との接点っていうのはそれ、そう、それがないのも怖いんですよね。ないのがダメですね。先輩方の見てても私の父親はあのそういう経営があった上にし、あのもう定年退職を何もしなかったんですよ。これからランチみたいですよ。このねワハハっていうところかもしれません。ショッピングセンターですね。軽くねイオンみたいなもん。ちょっと行きましょうか。さあグリルキッチンがあるでしょ、ね、美味しそうなメニューが揃ってます。テーブルもね、わははに入っていきますよ。本当ショッピングセンターですね。これはライムのジュースでしたっけね。ライムのジュース、グリーンなんとかってやつですね。いただきます。甘さがなくて美味しいね。これはいいね。なんか葉っぱのテイストがしますね。気に入った。これがアイスコーヒーのブレンドだそうです。真っ白。なんでだろう、なんでだろうね。いやスーパーにやってきましてね、棚がいっぱいあるじゃないですか。でチョコレートのコーナー、クッキーのコーナー、アパレルのコーナー、様々ありますけども、各売り場に担当者の方がいらっしゃって、見ているとね近寄ってきてどれにするって聞いてくれるんですよ。でやり取りは全部英語なんですよね。それで簡単な英語なんで私でもやり取りできるんですけども、あの人懐っこいね会話で、これにするあれにすると、これはねこういう風な味がするのよとか、こういうサイズだよ、かっこいいよ、似合うよとか言ってくれるんですよね。まあすごく接客上手ですよね。で、あの買うと結構高いんですよ。例えばね、これ板チョコが4枚入ってるんですけども、これで3480円。これ4000円ですよ、もうこすでに。で日本だと板チョコ1枚100円ぐらいでしょ。もう1000円ぐらいするようなボリュームです。でこれコーヒーのあのクラッシュしたのが入ってるんだけど、これすでに1850円ね。でこれがちょっと大きなサイズなんですけども、これがね3000円超えますね。これがね、だからあっという間にこれ1万円なんですよ。これ日本のスーパーで買ったら1000円ぐらいのもんですよ。でこのぐらい物価の違いっていうのがあるわけですよね。でアパレルもちょっと見てみるんですよ。 How much?4750円。これ T シャツ1枚ね。ユニクロだと、ユニクロっていうか日本で買うと500円とか1000円のやつがもう5、6000円するわけですよ。あのアイドルとかロックスターの T シャツだったら、コンサートグッズだったらわからない金額じゃないんですけども、もうノーブランドの仕立ての悪いね、質の悪いやつがすぐにね5000円6000円するんですよ。だからディスカウントが効くと思う、これ。 Can you discount?エクスペンシブ、そうエクスペンシブって聞くと多分値段下げてくれると思う。あ無理かな、値段タグついてるもんね、もうね。はい、じゃあ買い物を引き続き楽しもうと思います。すぐにね3万くらい使いそうです、これは。はい、一見高価な置物ですけども、亀が2匹あつらえてあります。手彫りでしょうね。これがね23万ルピア、つまり2300円、2000円ぐらいですね。でこちらのイルカの置物、こっちがね1255円ぐらいですね。でこの怪物みたいなやつが魔除けなんでしょうけども995円ですね。1000円ぐらいです。だからびっくりしたの価格じゃないんですよ。このコブラなんてのは800円ですね、すでにね。あれブルドッグもありますしね、ゾウさんもありますしね。これ豚ちゃんとかいますね。豚ちゃんは1060円ぐらい、これ豚ちゃん。でも3000円ぐらいですね。手が込んでる割にはそんな高くない。このすごい立派な置物いくら
くらいかな。価格書いてないですね。なんか今日はね、軍隊が出てるんですけど、うん、本当ですよ。戦闘機が飛び立つ音がすごくね、うるさくて会話ができないですね。これはさすがに沖縄県民の方の苦しみがちょっと分かりますね。いや、飛行機がビュンビュン飛んでると何もできないです、うん、私の YouTube 放送も多分できないです。物々しい行かない。軽く1万超えましたね。普段こんな買い物することはないんですけども、でもお土産で1万ならしょうがないかなと思いますね。家族全員に大したもん本当にないです。例えばこのチョコレートがね、こんな4000円もするんですよ。板チョコ4枚で、まあ知ってて買ったんだけど、まあでもね、この民族衣装が1000円ぐらいだったのは良かった。でも結構仕立てが荒いんですぐ壊れそうです。緊急事態が起きましてね、あのなんていうんですかね、あの靴がいかれました。鼻緒が切れて修復不可能なんで、急遽足元を固めないといけないですね。で、日本語がほとんど通じない空港なんで、あのこうやって喋って撮影しながらでも全然抵抗がないです。なんかね、日本語理解する方がいたら躊躇するんですよ、やっぱり。なんかすごい、やっぱりね、ため息が出ますね、どこ見てもね。で、これからね、アルマーニに行って、アルマーニのシューズがいいのがありそうなんで、ちょっと見てこようかと思います。ちょっと行ってきますね。靴がないんで、靴が。もうね、ここに到着して買った靴が3日で行かれたというね、この低たらくですよ。さあ、アルマーニどこでしょうか。まあ行ってきます。じゃあ。はい、じゃあアルマーニショップで新品の靴を買いました。多分6万ぐらいだったですかね。で、割引してるってたんだけども、割引してもらってないみたいなんだけど、まあいいかというところでございます。あの、いろいろとジョーク言いながらね、英語でやり取りして、なんか結構いい買い物になったと思います。で、大体1回靴を買うとね、5年から6年ぐらい持つんですよ。サイズも変わらないし、そう考えたら年間1万のコストなんで、やっぱ足元にはねこだわらないとね、というところで、はい、いい靴買いました。アルマーニの公式シューズ、全然安くはないです、全然安くはない、でもいいんです。旅の思い出、行ってらっしゃい。滞在中すっかりお世話になりました。この素晴らしい環境に別れを告げながら、また戻ってくるからね、ということで日本に向かいましょうか。それじゃ、今ね、空港の中のコンビニみたいなところで、このスターバックスのダブルショットってコーヒー買いましたね。多分これコーヒーだと思います。あとはネスカフェのピュアウォーター、どっちもなかなか見かけないでしょ。2つでね500円ぐらいでした。5万ルピア、500円、高いでしょ。だからコーヒーが300円ぐらい、これがね、で水が200円ぐらい。水なんてタダでもらえたんですけども、タダでもらったやつは全部税関で没収されましたんで、余計な出費がこれ売上促進になってますよ。税関とこれ組んでるんでしょうね、きっとね。で、こういうふうな化粧水っていうかな、これまあ中水なんですけども、暑い時にシュッシュッシュッってかけるやつね、これは没収されないんですよ、なぜか。水ね、水利権ですよ、もう。まあこれちょっとコーヒーいただきます。やっぱこう 甘いですね、やっぱりね、こういうので買うと。結局ね、あのいつものブラックコーヒーには出会いませんでした。なんか甘いコーヒーばかり、もしくは薄いコーヒーで、ホットコーヒーはね、あの割と普通のコーヒーだったですね。旅の参考にしてください。じゃあ、うなぎのおにぎりと鮭のグリルのおにぎり、ハンバーガー、水、マウンテンデュー、この水300円ですよ、すでに。この300円、200円、こんな感じですよ。で、愛想はむちゃくちゃ悪いというね、キャッシャーの方でございました。まあ、だからちょっとね、小腹が空いたなと思って、コンビニ寄ってもね、すぐ1000円、2000円って感じですね。あの、
日本のコンビニで500円ぐらいの感覚だと思ったら、だいたい3倍ぐらいかかる感じです。これアイスマウンテン水ですよ。これ300円。これがあのコストコのリゾートですね。 GT ラブケースのベンチの水は、はい、だからそのテンパサールっていうのについてのその GT ラブケースっていう広告とかボーンと出てますよ、ね、はいはいはい。これがバリのテンパサール空港です。バリ島の窓口になりますね。関西空港からここまで来るわけなんですけども、ほら日本の空港とはちょっと違うレジャーランドみたいな作りでしょ、ね、来るだけでワクワクします。でスタッフさんも結構ねその辺でね寝そべったりね座ったりね割とリラックスして働いてますよ、はい、南国の雰囲気も豊かに植民地だったんですよね。戦場だったんですよねここは、はい、じゃあ一息ついて私も日本へのフライトに移りたいと思います。じゃあシンガポール空港ね、絨毯だらけですよ。下全面で歩く歩道もそうなんですよ。めちゃくちゃ快適です。歩きが違うね。ほら絨毯だらけでしょこれ。ふかふかしてて足に負担がないですよ。めちゃくちゃねなんか過ごしやすいみたいですよ。ここはでかいしね、エンターテインメントがいっぱいあるみたいです。残念なことにね日本人をお迎えするようにはね各所なってないですね。もうあのマーケットから弾かれてる気持ちがものすごくします、当然日本語のサポートはどこもありません、だから誰かが日本語を喋ってくれるだろうと期待することはなりませんし、日本人のお客様いないですね本当ね。いないいない。でも地面は絨毯で快適ですね。すごく快適、歩きやすい、広くて、はい、エスカレーター乗ります。あそこはすごいですよ。なんか床にベタッと寝てる人がいる。ホテル代わりになってるね。ほんとショッピングセンターの2階3階4階5階みたいな感じです。で向こうは滑走路がある。でルイ・ヴィトンのブース、でかい。あれがラウンジか、スヌーズラウンジなんで、あそこで居眠りできますね。行ってみましょう。フードコートは全てここで注文できるようですね。集中注文システムでこれだけの店舗が並んでいて、どうも中華系が多いのかな。で、バリウマっていうね私たちのおなじみのあるお店もありました。あとは中華、サブウェイ、トースト、これなんだ、シーフード、これ中華ですね。ハンバーガー、これも中華ということでね、あのどの国籍の人を優遇してるのか一目瞭然ということじゃないですか。でオーダーがなるとここに出ますんで迷わずに取りに行ける。席がいっぱいある、すごいね。それで集中注文システムですね。はい、改めましてシンガポール空港におるわけですけども、シンガポールの面積はねちょうど東京23区と同じぐらいの734km² ぐらいだったかなと思います。人口がこの10年でちょっと増えて500万人から600万人になりましたね。でも600万人しかいないんですよ。
だから大阪の方が人口多いんですよね。でもめちゃくちゃ栄えていて、シンガポールの面積がちっちゃいんで、シンガポールの首都はって聞かれても首都がないんですよ。だから首都1個が国になってるみたいな感じなんで、シンガポールイコールシンガポールが首都だよっていうところですかね。で、政策としてはもう金持ち優遇なんで、もうお金持ちは全部市民にするみたい、国民にするみたいな感じですよね。で、現在日本人がシンガポールの国の住民になることはもうできないみたいですね。で、シンガポール空港ぐるっと見てて分かるんですけども、あの中華系のお店が多い、それから中国人を受け入れるためのサービスとか表記が多くて、日本人がスムーズにあっちこっち行ったりとかね、日本人がサービスを受けたり飲食店使ったりみたいなの気軽にできるような感じではないです。もう日本人が来ることが想定されてないというか、実際いないですよ日本人が全然。それこそね、アジアの皆さん、ヨーロッパの皆さん、アフリカの皆さん、世界中の方がいらっしゃって、で、お子さん連れもいらっしゃるんですよ。3歳とか5歳とか乳児もいますね。だから日本国籍以外の人はあらゆる年代の方が、まあ、シンガポールもそうだしね、香港もそうだし、インドネシアもそうだし、いるんですよ。うようよと旅してるんですよ。日本人だけはいないですね、どこ行っても。これなんですよ、日本人はもう国の中に閉じ込められていて、ほとんどの人がね、パスポートすら持ってないんですよ。多分ね、パスポートの所有率が 25% ぐらいじゃないですかね。そのままなんですよ。セブンイレブンのおにぎりがね、だいたい3ドルぐらいですね。サンドイッチが4ドルぐらい。ピカピカしてて見にくくてすいません。まあ、ジュースも軒並み300円ぐらいですね。3ドルとかが多い、3ドル前後。ペットボトルのやつとか缶のやつもね。こちらはもう4ドルとか5ドルですね。まあ、店員の挨拶むちゃくちゃ悪いですね。日本に来てる低賃金の外国人の方は丁寧なんですけども、もうふてくされてるよね。こっちが気使うわ、もうふざけろよという感じでございます。それじゃあ、まあ高いですね、すぐ1000円。じゃあ最後のフライトね、シンガポールから一歩も空港から出ずに7時間過ごして関空に向かいます。でもなんかその絨毯ふかふかで結構快適だった、7時間だったけど、とっても良かったです。これだったらね、空港に住めるなと思いましたね。光って見えない。